Bonjour, c'est Sonia. こんにちは、山本ソニアです。今回はフランス語の勉強法についてお話ししたいなと思ってます。そもそも私は10歳からフランスに行ってフランス語の教育を受けたので、それまでは日本語しか話せなかったんですよね。だから10歳に初めてフランスに住むようになって、アルファベットを ABC からゼロから学んだので、私も最初の頃は結構大変で、やっぱ生活が全てフランス語に一気に変わったので、もちろん友達ができてこう多少コミュニケーションが取れたとしても、こう文法だったりスペルとか全然わかんないじゃないですか。だから私もそういうところから始めてってのをまずみんなに知ってもらいたかったです。私の場合もう 100% 生活がフランスだったし、入ってくる情報が全てフランス語に一気になったので、それでやっぱりもう強制的に学ぶしかないっていう環境だったので、本当1年2年とかでだいぶ話せるようになったし、文法だったり学校の勉強についていけるようになったんですけど、やっぱり言語を学ぶって終わりがないし、そこの国の文化を知ることだから本当キリがないから、きっとみんなのパッションモチベーションが一番言語の習得につながってくると思います。で、そう、ここからが問題。みんながフランス語を、まあ、授業の中でだったり、もしくは独学で勉強する場合、日本に住みながらだとやっぱり情報量っていうのは日本語で入ってくるじゃないですか。で、そこの情報だったり自分のモチベーションの上がる何かをどんどんフランス語で吸収していくっていうのが一番大切かなって思っていて、例えば音楽が好きならフランス語の音楽をいっぱい聴いたりとか、映画が好きならこう知ってる映画をフランス語で見たりとか、で、料理が好きなら例えばフランス語のレシピ本だったり、フランス語での料理番組を見たりとか、そういうなんかいろんな勉強の仕方ってあると思うので、もちろんフランス語って動詞がすごい難しかったりとか、テーブルに向かって勉強をいっぱいしていくっていうのもすごい大事なんですけど、それだけじゃないよってのは絶対覚えといてほしいです。きっと私は学生というか若かったので、アニメとかディズニーアニメだったりジブリとか知ってるアニメをすごいフランス語で見てました。っていうのもフランスにいたのでテレビも全部フランス語なの で一番わかりやすい表情だったり簡単な言葉が使われているのってアニメなので、すごい私はアニメを見てました。やっぱりフランス語ってなかなか耳にしない言語だと思うので、本当にあらゆる手段を使って耳で覚えて、それを書いて、書いてる言葉をまた口にしてこう頭にインプットするイメージが一番言語習得にはいいと思います。とことん書いて、もう R の発音とかも難しいけど、それも自分の口でいっぱい発音しないと治んないし、違いにも気づけないから、とにかくちょっとでもいいからやっていくっていうのが上達への近道だと思います。そうだね、友達とかね、フランス語しか話せない友達だったり、まあ紹介してもらう、でも自分からなんだろう、そういうフランス人のコミュニティとかに入っていったりとかでもいいと思います。最近 Netflix とかであるようなフランス語でのリアリティショーとかもすごい、なんかフランスに住んでる若い子たちのリアクションだったり言葉遣いっていうのを耳にできるので、そういうのもね、どんどん見てほしいなって思います。本当フランス人の恋人なんか作っちゃえば一発だと思います。それがきっとモチベーションになるし、フランス語を覚えなきゃとか、覚えたいっていう、なんで覚えたいのか、なんで習得したいのかっていうゴールみたいな、っていう、なんでフランス語を覚えたいのかっていう理由付けがちゃんとできてると、フランス語を取り組める自分のモチベーションを維持できる手段になると思うので、まあ、もちろん恋人作んなくても、例えばフランスで仕事がしたいとか、フランスの会社で働きたいとか、まあ、そういうなんか自分の中でゴールみたいなのが明確にあると絶対いいと思います。あとは私がなんだろう、フランス語に限らずいろんな言語を学ぶ上で気をつけてるのは、やっぱり1日の中で日本語でも使う言葉って結構限られてると思うんですよ。別に
使わない言葉も日本語でもういくらでもあるじゃないですか、一日で。だから自分が使うフレーズとか、自分が一日の中で言ったことをそのまま直訳してフランス語にできるかなってのを考えると、あ、自分はこういうセンテンス、こういう言葉をよく使うからこれは覚えとこうとかっていう風に、常に例えば友達と話すでも家族と話してる言葉をフランス語に変えれるかなっていうのを意識しとくと、脳が柔軟的に日本語だったりフランス語を対応していけると思うので、もう単語帳とかを作るよりかは自分の使う言葉とか自分が言いたい言葉とかを結構制限しちゃって最初は覚えていくといいと思います。そこからだんだんね、単語だったり増やしていくといいと思うんですけど、最初の覚える手段として自分の使う言葉を覚える、で日本語からフランス語に変換できるかっていうのをチェックするはすごいいい訓練になると思います。本当フランス語ってね、なかなか難しい言語って言われてるので、そんな言語をこうやってみんなが覚えたいって、この動画を見てくれてること自体がすごい素敵なことだと思うし、かっこいいから、もうどんどん続けてね、上達していってほしいなって私はすごい思います。本当私がやってるフランス語講座もすごいベーシックなセンテンスだったり言葉を講座にしてるので、そこからまずマスターしてみて、で全然どんどん私にコメントをしてもらえれば、次のフランス語講座どのようなものにしていこうかなってのにすごい役立つので、ぜひコメントなんかもしてください。こんな感じでどうですか、フランス語の勉強法、勉強していきたい方向性とかが見えたらなって思います。そんな感じで今回は私なりのフランス語の勉強法、言語の勉強法のお話でした。 Merci! Au revoir!